続いて参りましたのは阿波踊り響きです。新座から参りました阿波踊り響きです。阿波踊り響きは今年で25周年を迎え、南越谷阿波踊りも15回目の参加となりました。ご来場の皆様に迷子のお知らせをいたします。中山カルト君5歳をコミュニティセンター前警備本部にて保護しております。保護者の方がいらっしゃいましたらコミュニティセンター前警備本部までお越しください。繰り返しご来場の皆様に迷子のお知らせをいたします。中山ハルト君5歳をコミュニティセンター前警備本部にて保護しております。保護者の方がいらっしゃいましたらコミュニティセンター前警備本部までお越しください。改めまして前のご紹介をいたします。新座から参りました阿波踊り響きです。阿波踊り響きは今年で25周年を迎え、南越谷阿波踊りも15回目の参加となりました。成長を基本とした鳴り物武士の踊りをイメージした提灯踊り、優雅の中にも力強さを持った女踊り、凛と舞う扇踊り、新座市近郊から阿波踊り好きが集まった阿波踊り響きをよろしくお願いいたします。立たないでください。本日は第37回南越谷阿波踊りにご来場くださいまして誠にありがとうございます。ご来場いただきましたお客様にフィナーレのご案内をいたします。当会場ではこの後8時45分より本日の最終イベントフィナーレを開催いたします。この夏の思い出に皆様どうぞ奮ってご参加ください。
Thank you.